日本鹿児島県鹿児島市山下町山下町は鹿児島県鹿児島市の町、旧鹿児島府下山下町。郵便番号は892-0816。人口は657人、世帯数は417世帯。1965年より山下町の全域で住居表示を実施している。江戸時代には島津市77万国の居城である。 鹿児島城があり、鹿児島城を中心として、武家屋敷が広がっていた。明治時代以降には、鹿児島市役所や鹿児島地方裁判所などが設置され、館長街となっている。1965年には、山下町の一部より分割され、城山町、照国町が新たに設置された。鹿児島市の中心部に位置している。町域の北方には、長田町、小川町、 南方には、金星町、中町、東仙国町、西方には、城山町、東方には、安井町、名山町がそれぞれ接している。北部には、町名の由来である城山があり、南側には、天文館などの観楽街が位置している。また、町域の生誕にある、ドルクニ神社前交差点は、九州の大動脈である国道3号及び、国道10号、枕崎市から、 鹿児島市までを結ぶ、国道225号、南薩摩市から枕崎市、伊布市を経て、鹿児島市までを結ぶ、国道226号の終点となっている。また、西郷高森銅像前交差点は、鹿児島市から種子島、奄美大島を経て、沖縄県那覇市までを結ぶ、国道58号の起点、桜島と垂水市の境界上にある桜島口までを結ぶ。 国道224号の終点となっている。国道58号の鹿児島市区間は朝日通りの名称で知られる。町域の東端には鹿児島市役所があり、鹿児島市の行政の中心地となっている。かつては鹿児島県庁舎も設置されていたが、1996年に鴨池新町に移転している。跡地は鹿児島県民交流センターとなっている。 山下町という町名は、町域北部にある城山のふもとに位置することに由来している。江戸時代には、鹿児島城下市屋敷群であり、鹿児島城付近には、繁役所の他に、宮野城島津や、垂水島津や、梶木島津や、入金院市、木入肝月市、吉利市小松市など大震層の屋敷が所在しており、岩崎には、平侍層屋敷群があり、岩崎号中が置かれた。 明治時代になると、鹿児島県庁の所在地となり、県の行政の中心地となった。1879年には、軍区町村編成法が施行され、山下町として成立した。1965年時点の山下町の町域と1965年の住居表示実施後の山下町の町域の比較地図1889年に、市政が施行されたのに伴い、鹿児島城下及び、 近在の47町3村の区域より、鹿児島市が設置された。それに伴いそれまでの山下町は、鹿児島市の町、山下町となった。1892年に、現在の鹿児島市立美術館の位置に、鹿児島市役所が山の口馬場町から移転し、県の中心としての役割のほかに、鹿児島市の中心としての役割も持つようになった。 その後1937年に現在地に移転している。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年には中央地区で住居表示実施に伴い町の再編が行われ、山下町の一部より、白山町、照国町が新たに設置された。また、 一部の区域が小川町に編入され、六日町の一部を編入した、同時に山下町の全域で住居表示が実施された。1996年には、町域内に明治期より所在していた鹿児島県庁舎が鴨池新町に移転し、2003年に県庁舎跡地には鹿児島県民交流センターが設置された。鹿児島地方法務合同庁舎鹿児島市。 役所東別館、別館鹿児島市消防局鹿児島地方裁判所以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。市役所前、限定一般国道県道鹿児島市交通局、小松清連。ありがとうございます。